前回ですね、漫画の面白さというのは、あの漫画の表現の仕組みの中にあるんだというお話をし,しました。で、まあ漫画の仕組みといってもわかりわからないでしょうけども、その、えー、例えば表情をどう描くかっていう描線の話、それからコマをどう並べるかっていうコマの話、それと、えー、絵と言葉の関係ですね。 大体そういったような3つぐらいの要素が漫画のの表現の仕組みの中にあるとでこれをあ、まあ、順次、えー、このシリーズであのお話ししていきたいんですけども、えー、今回のテーマとしては、まあ、割と分かりやすいだろうと思うんですがあの僕自身漫画を描いてますんで、えー、漫画を描く描線の話 をしていいいきたいと思いますでその我々漫画を読む時にですねあの単に、えー、ストーリーとかテーマだけを受け取ってそれで面白いと思ってるというふうに思われるかもしれませんけども実際はそうじゃなくてあの書いてある絵の情報を無意識に受け取ってそれで面白いと思ってるんですね。 それだけを語って漫画批評にしてる場合が多いんですがどうもそうじゃないんじゃないかというのが私の立場です。で今回はですねその,その問題を考えるのにあの割といい例を具体例をちょっと使ってみたいんですが、えー、ここにあの山岸涼子さんの「日の出ずるろの天使」という作品があります。でこれはあの、 まあ戦後漫画史に残る名作だと僕は思うんですけれどもあの実はあの聖徳太子の話なんですねでそれまで聖徳太子っていうとあの前の千円札のイメージしかなかったんだけども、えー、これを読んだ若い人たちは一気に聖徳太子のイメージが変わってしまったと、えー、これはあの聖徳太子が若い頃「馬宿の王子」と呼ばれてた頃のあの話物語なんですが <laughs> あの「 物語の核としてですね。その聖徳太子自身が。生まれつきの超能力者であると。で、なおかつ同性愛傾向を持っていると。いう、いわば性格悲劇を核にして。その微妙な心理劇、やり取りをこう漫画で展開していくんです。で、それが、まあ、その非常に陰謀渦巻く古代史みたいなものとつながっていくっていう割と壮大な。話で。えー、この。 物語の面白さの「書く」っていうのはこの馬「馬宿の王子」の複雑な心理状態とかその悲しみだとかっていうのがどう書けてるかっていうところにその漫画の面白さがあるんですね。でそれはですねあのどういうふうに書かれてるかっていうことをちょっとあの見てみたいんで、えー、ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけどここにその「その 日のいずるところの天使という作品の中の,あの若い頃の,あの馬宿の王子の絵があるんですで2つ並べてありますで片方はこちらの方はあの超能力を発揮している時に集中している顔なんですねであの眉がこの辺でこうちょっとこう歪んでますよねでこれがまあなんか力んでいるような感じになっているわけですけどあの目,目と眉が だいたい下に向かって湾曲していると、でこれでいわばその怒ったような表情が作られているわけですね。でこれだけだったらまああのー、いくらもマ漫画の中でいくらもそういう表情を作れるんですが、それを非常に細かい線であのー、影のようにして描いてるんですね。 でそれがいわばそのなんかそのサイキックな感じというんでしょうかねあの微妙な印象を我々に与えてると。でそれと比較してですね左の方にあのこれは実は聖徳太子が少女に化けた時の顔なんですがあの先ほどと全く逆にあの眉と目が上に向かって湾曲してるんですねどちらかというと。で えー、一見ですから穏やかな表情に、えー、先ほどのいわば集中しているちょっと怒ったような感じの顔とは逆の表情になるんですが、えー、実はこれちょっとまあご覧になってあんまり穏やかな感じというよりは不気味な感じがするんじゃないかと思うんですがあのそ,のそれをどうやって我々受け取っているかっていうと、えー、目は目も口も笑ってるんですがその笑い方が不自然なんですよ。この 湾曲の仕方がやや不自然なんです。これ自然に笑わせるんだったら、ここまで湾曲させる必要は多分ないんです。で、しかもそれを強調するために鼻の下と口までの距離がちょっと普通より長くなっているんですね。で、こういうことをもちろん我々はそこまでですね、虫眼鏡で読むように読んでいないんですけれども、あの無意識のうちにそういう情報を我々は受け取って漫画を読んでると。で、えー、この2つの表情を比較する。 ま読んでるうちに自然に比較しますよね。そうすると真理の落差というものを無意識のうちに受け取って読むことになります。ですからこういう細かい線であの一見僕はなんかすごい専門的なことを言ってるように見えるかもしれないけど、読んでいらっしゃる方も無意識にそれを受け取って読んでるということを分かっていただきたいですね。で、もう一つうー今度青年期に入った馬屋殿の王子のあの絵を。 あの見ていただきたいんですが、えー、こちらも同じように非常に細かい線であの影が入ってますで斜めの顔なんで,で先ほどと似てますけどこの眉がですねここでちょっとこう、えー、ほんの一本の線ですけどこの一本のわずかこの一本の細い線で、えー、ちょっとこうしかめた顔になってるんですね顔をしかめた感じになってるんです眉を寄せた感じになってるんですね。でえー、この細かい線で ここにあのー、これ影だか上上のまつげだかよくわかりませんけれどもあの細かい線が入ってるんですでこれらをパッと見たときにあのもちろんそこまで分解して読まないけれどもなんかこう陰鬱な感じあのー、内面の悲しさみたいなを我々は受け取って読むと思いますで、えー、一方ですねこちらあの左の方の円になりますと同じように影を描いてるんですけれども。 こちらの方が荒く大胆に影が入ってます。で、先ほどの顔とひょあのー、表情と比べればわかるんですが、えー、こちらの方はですね、なんかこう陰謀化の顔なんですね。えー、なんか含み持った顔になってます。ですから内面の悲しさとかその陰鬱さというのはないんです。で、その理由はこの眉がこちらの方は実は先ほどみたいにこう仕かめてないんですね。あのー、割と 確信に満ちた概要になってて、えー、スッとなってますね。で、本当に細かいことなんですが、大雑把に読んでてもその違いっていうのは我々受け取って読んでるんですよ。で逆に言うと、こういう細かい線っていうのは、あの表情を作る上で実に大切なんです。であの山岸さんっていうのはそういう細かいところに非常にこだわってですね、あの細い線で微妙な落差をつけてあの絵を描いてる方です。 で、そのことによってこの「馬宿の,のキャラクター」というのがわかるようになってますね。でそ,れが物語その実はですねこの「馬宿の王子」っていうのはあの物語全体を読むと結構顔が変わるんです。で 同じ人物かと思うぐらい変わるんだけどもそれをあの漫画として同じように読ませてしまうその一つの理由はその耳飾りが必ずついてるんですねで耳飾りが季節によって変わったりする、まあ、その辺が少女漫画の、あのー、面白さなんですが、あのー、ただ耳飾りがあるということは「うまやどのおじ」の記号になってるんですねそういう記号によって同じ人物として読ませるそういう仕組みと同時にその細かい線でその、えー 極端から極端まで見ると同じ人物とは思えないほどの表情をつくの落差をつくそれによって物語を保証しているということなんですね。で描線というのはあのことほど次第にですねあの重要な漫画にとって要素なんですがで今みたいな細かい線というのはえ多分丸ペンというペンがあるんですがそれじゃないと多分書けないと思うんですね。丸ペンというののはあの こういうちょっと見えないぐらい細い線です。あ細いペンなんですね。でこ,こういうペンで書かれたもんで、あのー、漫画というのはそのもちろんペンで書かれる普通ペンで書かれるわけですから、そのいろんなペンによって性格があります。で、えー、まあざっといろんな種類を紹介しますと、えー、ごく普通の種類で言いますと、えー、これが先ほど言った丸ペンでこれが G ペンでですねでこれ劇画なんかでよく使うとそれからこれがあの手塚さんなんかが使ってたカブラペンという、まあ、割と一般的なペンです。で、えー、これはあの、まあ、さいあの昔は普通の筆を使ったんだけど今はあの筆ペンという便利なものができてて、えー、これはあの墨ベタを入れたりする時にも使うんですがでこういったようないろんな筆記具の種類があります。でえー、でこの ペンでかで、それを作家が縦横に使うことによって漫画のいろんな,なんていうかその顔の表情もそうだしいろんな表現が出来上がってくるわけです。でこれねあの私はその、まあ、自分も漫画家なんだけどもともと子供の頃から漫画を模写するのが好きで、えー、やってきたわけでその模写してみるとなんかその その作品を書いてる人の気持ちみたいのがね。腕を通して分かってくる気がするんですね。で、それが僕の批評のいわば原点みたいなもんなんですけど。あの、ちょっとここでですね。じゃ、具体的に、えっと。これらのペンを。書いてみると、ど,どう、違うのかって、ちょっと見てみたいんですけど。えっと。これが果たして、そのテレビでですね。うまいこと。あの。 わかかかるかどうかってのはちょっと不安があるんですが、えー、まずあの先ほどの「馬宿の王子」の細かい表情を作ったと思われるその丸ペンからいきますとこ,れこのペンで書きますと大体こういう、まあ、ある程度強弱はつくんです強弱はつくけども非常に細い線が描けるその気になれば非常にちょっと見えないぐらい細い線が描けるんですね。ですからあの 例えば、これは私のキャラクターですけど、えー、そういうのを描くとですね、えー、ちょっとあのいつもと勝手が違うんで非常に描きにくいですが、えー、こういうような感じになります。細い、いいちょっと弱々しいぐらら、の感じになります。えー、それから えっとカブラペンです、ね、これがこれいわゆる手塚さんなんかがよく使ったペンなんですがこれもうちょっと太い線が描けます。であの慣れてくると、えー、つまりペンをつあの使い込んでくるとだんだん太い線になってくるんですね。でこの,あのペンの場合は割と、まま、丸が描きやすいんですよね、えー。もうちょっと寄ってみますと。 でなんていうんですかね割と丸っこくて可愛い漫画が描きやすい線なんですね私も昔はこれを使ってたんですが、えー、最近は違うものを使ってます最近使ってないもんですからちょっとよれてますけどこんな感じですかね えー、これとこれ比べると多分あのちょっと印象が違うと思います、えー、こっちの方がなんかよろよろした感じになってますね、えー、これがカブラペンです割と暖かい線って言ったらいいんでしょうかねでそれからあのおー、えー、G ペンというのがありますで G ペンっていうのはこう細い線から太い線にいきなり変わるもんなんですよ もうちょっこっちですね。こういう感じですね。角度によって本当に太い細いが変わるんです。だこれはあの実はあの劇画なんかでえ使われた変なもんですから、割と荒々しく描くと特徴が出るんですね。こういうなんてうんですかね。太い細いがはっきり出る。 こういうところが特徴的なペンですね。あとはあの、えー、筆ペンっていうのはありますけど、これはあの普通の筆と同じで、あの筆っていうのは実は扱うの結構難しいんですよ。ちょっと力入れると太くなっちゃうし、ちょっと力弱めるとあの消えちゃうしという。うですから普通はまあベタ塗りなんかに使うんですが。えー これで書くとかすれが出たりねこういうなんかあのちょっと極端な線の差が出ます。であとはえサインペンなんかですけどこれはもう本当に均一なこれを一番言ってみりゃ安心して書けるんだけどラフな感じになりますね。 でですねえっと、これらのペンで、あのー、どういう違いが出るのかっていうのは今お話しした時はちょっと分かんないと思うんで、あのー、私あの先ほどの「馬宿の王子を」を、えー、大変あの恐縮なんですけどあの美しい「馬宿の王子」をですね、えー、私が模写してみました、えー、いろんな種類のペンで,でその例をこちらで見ていただきたいんですけど。えー これがまああの丸ペンを主体としたであろう元のあの「馬ま宿の王子」ですねでこれは先ほど見ていただきましたでこういう細かい線のところはおそらくこれ丸ペンでしか描けないと思うんですねでこれをですね筆ペンで描くとどうなるかといいますとですねこういう具合になるんですねあの強弱が非常に強くこの辺なんかそうですけど出てしまうんですよね。 で、この鼻が急に曲がってますけれども、あの、これは私が手を抜いたわけじゃなくて、その筆ペン。というのは、割とこういうふうに書きやすいんです。あの、漢字を考えていただくといいかもしれないね。漢字の羽とかっていう、そそういう,う、な、あの。流れになっちゃうんですよ。筆がね。えー、で、あんまり細かいとこまでは、あの、実は。 書けないもんですから目が割と雑になっちゃいますね、えー、下の影なんかもちょっと筆ペンだと難しいですねでそれからカブラペンでやりますと、あのー、これ、あのー、先ほど申し上げたように丸が描きやすいもんですからちょっとあの元のものより柔らかい感じの印象になりますね。 で割と扱いやすいんですけど、この鼻の先もちょっと丸っこくなってしまう。これはあの指の中で模写してるときにどうしてもそういうふうにこうその方が描きやすいもんですから、そうなっちゃうっていうところがあります。えー、どちらかというと優しげなあのー、印象になっちゃうんですね。えー、まあ、筆ペンがくどいとすればこちらの方はちょっと優しげな感じ。 それから G ペンでじゃあ馬宿を描くとどうなるかっていうとこちらなんですがこれまた非常に強弱が筆ペンとは違う意味で強弱がついちゃうんですね角度によって本当に極端に強弱が違うもんですからどうしてもこの頬のですね非常に馬宿の微妙な線が出ないんですね荒っぽくなっちゃうんですよ。 えー、結構こう同じように書いてるつもりなんですがなかなかそうはいかないんですね、えー、もっとこう荒々しい感じあ,のあんんなななな繊細な感じにはどうしてもならないんです、まあ、最近あの流行ってるペンで今度ミリペンっていうのがありますけどこれはこういうもんなんですがこのミリペンで書くとですねこれは今度すごく均質にどんな角度でどう引いても同じ あのミリ数の線が出るもんですから、あまりにも均質すぎてこのあの印象の奥行きっていうのは全然なくなっちゃうんです。で、鼻なんかもそうですね、なんか取ってつけたような感じの角度にどうしてもなりますね。えー、これぐらいのやっぱり表現の差があります。もちろんそれの特徴を生かした漫画はあるわけですが、マードノジの場合にはこういうふうにあの心理の奥行きみたいになくなっちゃいますね。それからサインペン、これはまあ一般に あの使われてるサインペンですが、えー、それはまあミリペンをもっと太くしたものだと考えればいいんですがそうするとおこれも均一な線なんですがにじみみたいなあのものがあると、えー、いうことで、えー、ちょっともうこれ,これはもうあのほとんど元の馬宿の,あの繊細さは全くなくなります。えー、っとですねあの で、そのここでそのもうもう一つですねその G ペンっていうのはあのどういう特徴を持ったペンなのかっていうことをあの。 もう一つの作品で見てみたいんですけど、えー、これ白田三平さんの「忍者武芸帳」という作品なんですがこれあの1960年前後にあの刊行されたもんです、まあ、いわゆる60年安保の頃ですねでそのう戦国時代に忍者がかく活躍する、えー、物語なんですがでこれはですねあのこちらの例を見ていただくと分かるんですが非常に荒々しい あの極端な、あのー、太さが極端に変わるう動的なあのアクティブな線ですね。でこれはあのこの当時は非常に画期的だったんですが、あのー、時代の何て言うのかなその変動する時代の中の,あの気分みたいなのがすごく合致して、まあ、学生なんかによく読まれたわけですね。で これ実はあのこの線っていうのはそれまであの主流であった手塚治虫の子ども漫画の丸っこい優しい線に対するアンチテーゼとして出てきたもんでちょっと時代としては戻りますけどえっとあごめんなさいえっ G ペンの「影丸」と「ジーペンの影丸」と「影丸」と「 先ほどと同じように丸ペンサインペンで模写してみましたそうすると丸ペンというのはこういうなんか弱々しい線になってしまうんでまるで幽霊になってしまうと、えー、サインペンは太ければいいかというとその強弱の落差がないですから、えー、割と単調になってしまうと、えー、だからやっぱりこう G ペンっていうのはその時代の気分とそれから作家の表したいものとが合致した 時にこういう線が描けたということだと思います。で、えー、この劇画が生まれた前に描かれていたあの手塚治虫的な線というのは、例えばこういうような絵で、えー、非常に丸やしい丸みたいのがたくさんあるんですね。で、こういうなんかまあふっくらしたパンのような味わいが、えー、それまでの線だと、これがあのカブラペンの特徴です。で、 えー、いわばその子供に対して優しいというんですかねあのヒ,ュヒューマンな感じでそれに対してその影丸とはまた別ですけども「お謝する」っていうこれ あのその当時の歌詞本であの私これ確か60年代後半なんですよ。というのは歌詞本というのは奥付けがないんでいつ出たか分かりませんけど60年代後半に出た本で実は漫画家なんかに結構影響を与えた本なんですが、えー、これがあの G ペンの,あの漫画の様式というのは非常にその様式美にまで高めたっていうかあのものすごくかっこよかったんですその当時。でこういう線ですね。であの非常に激しい あのもうなんかこれを流線っていうんですけどね流線で後ろを埋め尽くすような血は飛ぶわ擬音は飛ぶわという、えー、こ,のこれがジジペンの特徴でした。でこれがいわばその何、えー、て言うんですかねなんか力こぶの入った感情というような感じなんですね。この辺の服の辺服シワなんかも極端で,しょでこれ手の先なんかもこれはあの「巨人の星」なんかもこんなようなあの手だったんですけど何て言うのかな、ね、高度成長期の。 なんか力こぶ入れてるっていう感じの線だったんです。で、それがですね。実はその高度成長期が終わって70年代に入ると、えー、今度丸ペンという均質な線の時代に入ってきます。で、それを代表したのが大友克洋という。あの先、ー、はアキラで有名なんですが、これはドームというアキラの前の作品の、えー、例ですけども。も、えー、非常にそのあの g ペンから比べると。 抑制された中性的なあの線な線んですねあの細かいところが均質に欠ける、えー、そういうところであのこのこ頃ちょうどその高度成長期が終わって何て言うんですかね都会の風景というのは非常に均質になりあの成立したあの田舎行ってもどこ行ってもビルがあって、えー、そういうなんか時代の気分と非常にマッチした表現だった。 それは大友克が代表する丸ペンの線だったとということです、ね、で、さらにあのその均質な感じがあの極端になってくると製図ペンを使ったあの久内道夫さんっていう作家がいるんですがあの最近は CM なんかで有名なんですけどその人が描いた絵っていうのはこういう絵で、えー、この人はですねあの非常にあの絵,絵が細かいんですよ。 細かいんだけども、それぞれに与えられている力が均質なんですね。で、えー、なんかこう。先ほどの劇画のなんか力こぶ入れたものはないんですよ。ないんだけれども。なんかこう1つの絵に対する対抗時間が長い。あの読んでると、なんか細かく読んじゃうんですね。えー、非常に線はそれぞれほとんど均質な線であの書かれてますで。 これはおそらくその70年代後半あたりのテクノポップとかそういったものの,あのは時代の気分と合ってたもんじゃないかと思います。でそれからさらに80年代に入りますと実は僕自身もその先ほどのミリペンみたいに使ってるんですがソれ系統イの、えー、ものでこれはフェルト芯がフェルトになった引き用具ですです。 これで描きますとあの非常にラフな感じになりますねあの先ほどの非常に緊密な線とはむしろ対照的にあの多分この間には下手馬のブームがあるんですけどあの下手なんだかうまいんだかわからんというそれをわざとこう使ってるんですねもっとちゃんとしたあの絵がこの人は描けるんですがわざとやっていると。でそのラフさ加減っていうのは何て言うんですかあの80年代のこう砕けたのう しゃべり言葉の感じうーんだから割とエッセイ漫画なんかに多いですねだから私なんかもその類型としてはそこに入るのかもしれませんけどもあのそういった、えー、なんか時代と時代の気分と筆記用具とそしてそれを作家がどう使うかっていうことがこう,うまく重なってくるうそういう,う流れがあるんです。 で筆記用具の問題っていうのは割と時代とあの時代を感じさせるんですね。一つはだから筆記用具そのものの流行っていうのありますし、それからその筆記用具によってその時代に合った気分を作家が書いていくっていうことがあります。ただ筆記用具に作家が支配されるっていうことは、えー、あんまりないんじゃないかと思いますね。あのー、例えばですね、えー、筆記用具 は、引き起こ持ってる性質を全然違ったものとして描くっていう場合があって、えー、ここにジョージ秋山さんの絵があるんですけどこの場合ですねあの非常に、えー、っと太いとこと細いとこ極端に、えー、なってるんです。でも G とはまたちょっと違ってですね。これ実は丸ペンなんですよ。でらしいんです。えー、ご本人がそうおっしゃってたんですがで、この丸ペンのすごく柔らかいもんだと思うんです。で、太いの細いのは割とチャランポランにこう書かれる。 えー、これがですねそのジョージ秋山さんの「これはぐれ雲」っていう作品ですねで。はぐれ雲っていうのは割と江戸末期のいええー、減な町人の話なんですがそのええ減げさっていうのがこの線でうまく表現されてて、あのー、それもやっぱりそのこの「はぐれ雲」が流行った当時の時代の気分とあの合ってたわけですね。でこういうふうにですね「あのーえー、引き揚ぐ」というものと。 それからそれを使う作家のおがその筆記用具をどうデジ伏せてどういう線を描くかということがその作家ももちろん時代の中にしている読者もそうで、えー、筆記用具が時代を作るわけじゃないんです、えー、その筆記用具を媒介にして作家とあのー、表現というものがつながってくるとでその描線というのはそこに生まれるんですねその狭間のところに生まれる だから病線も時代を背負ってるし、その作家性を表現しているということが言えるんですね。だ、あのオリジナルな思想っていうのは、あの一つは漫画の中では表現の仕組みとして考えると、病線の中にその作家が生きているっていうふうに考えることはできると思うんです。で今回は、えー、そういったところで終わりです。